こんばんは。なんかね、こっちの目がね、赤くないですか？すごいね、痒くてね、急に。痒い。ニットの毛がなんかついてる気がする。でもなんか配信始めたらちょっと一段落したかもしれない。目が、こんばんは。花粉症かな。今ってさ、花粉症あるのかな。外羽かわいい、嬉しい。ちょっとこの長さは外羽が私の中で安定しています。花粉症あるか。でもあの発売日が本当にすごくって、花粉症が。そう、その日はすごい感じたんだけど、でその日に花粉症の薬買ったんだけど、でもその日以降全然花粉症の症状が出んくて、薬も飲んどらんくて、不思議だった。ね、目赤いじゃろ、こっちだけ。僕も今花粉症。あら、今の時期の花粉は強いですか。うん、ハロウィンっぽいギフトが降ってきた。なんかさ、この髪の毛の長さってロングとかよりも跳ねやすかったり大変なんかなって思ってたんじゃけど、全然めっちゃ簡単というか、外跳ねが本当に思ってた何倍も簡単で、だけどなんか最近は毎日外跳ねしてる。うん、パリピタイム。いやいやいや。うん、違和感なくなってきた。ほんまに？もう10日目ぐらいかも。10日、10日目ぐらい確か。10日と何日か。11日目だ、今日で髪ボブ地方になって。慣れました。なんかほんまにその日ぐらいに本当に自分では見慣れちゃって、なんかそう。でもシャンプーの量がまだあんまり慣れないですね。ロングの時は4プッシュからの締めの1プッシュぐらい結構使ってたんですよ。もう泡立たんくて。でもこの長さになってからは2プッシュとか
だからすごいお得、お得になりました。でもそうだよね、多分25センチぐらい多分切ったから、石田予想その分の量が減ったから、ねえほんまにめっちゃ切った。2年半分ぐらいの私の髪たちがなくなりました。今ふーちゃんくらいかな。そうだね、長さはふーちゃんの基本的な長さ、基本的な長さというかふーちゃんの、ふーちゃんといえばぐらいの長さあるじゃないですか。伸びたり減ったりちょっとはしてたけど、ふーちゃんの平均的な長さ今切るときっていきなりざっくり切るの。でもここぐらいまで自分で切りました。そう、ここぐらいまで自分で切って、そっからそう撮影で切ったから、切っとるシーンも撮影したけん、ここぐらいまで自分で切って、そっからは美容師さんに切ってもらった。そういえば今日ね、あさってハロウィンのお話し会で着る衣装を届いとったんだけど、結構前に着てみました着てみました。そう、家で着て恥ずかしかった、なんだかそう、でももうハロウィンはもう楽屋そこら中すごいもうハロウィンパーティーって感じなのでそう、多分全然恥ずかしくないと思う、その場に行ったら。お話し会は握手会と違ってあんま見えんのよ。え、そうよね、ここぐらいしか見えないですもんね。写真で送りますし、でもここら辺だけでも雰囲気は伝わりそうな服装です。そう、中退したチャイナドレスですか？違いますチャイナドレスじゃないです。なんかヒントみたいなのは申し込みの時に
書いてた表みたいなまとめてるやつに。私チャイナドレス着たことないですね、この5年間で。なんか同じメンバーがよく やってるイメージ、同じメンバーとかなんかふーちゃんとかみっちとかが私の中で結構イメージがある。生写真とかでよく選んでるイメージ。キョンシー着てたよ。キョンシーもチャイナ？じゃあ私はキョンシーのベテランですよ。キョンシーは、うん、なんか4回ぐらい多分着てる。ちょうちゃんさっき夢に出てきた。あらあら、どんな夢だい？4回はベテランだ。そう、なんか一番初期のハロウィンの握手会となんか配信で2回ぐらい多分来たのと、あとは去年のハロウィンで来ました。他にも来てるかな、覚えてないや。うん、ショートにしてからおすありがたや。こんばんは。ハロウィンの主役って何やと思いますか？ハロウィンの主役、うん、ハリミタイム。終了。ハロウィンの主役は誰だろう。かぼちゃ？かぼちゃ、ゾンビ、ミイラ。確かに主役は確かにお菓子をもらいに行く子供たちだ。確かにかぼちゃ、かぼちゃじゃかぼちゃは主役じゃない、かぼちゃ脇役。その髪似合うよね。うん、嬉しい。なんか割と自分の周りの
なんかファンの方とかは一旦置いていたとして、家族とかスタッフさんとかメンバーとかも切る前はロング派の人がめっちゃ多かったの。そう、でもまあ切っちゃおうと思って切ったんだけど、そう、そしたらね意外と好評で嬉しい違う、置いといてというか、なんて言うんだろう、ファンの方はどっち派が多かったんだろうね。そうだ、なんか悩んだ時に普通にロング派の人たちの顔も思い浮かんだんですけど、そう、私の中でロング派の人たちを思い浮かべた時になんか、となんかショートになっても、ショートというかこの長さになっても応援 してくれそうだなと思ったというか、なんていうの、いい意味で、そう、なんか私のファンの人を思い浮かべて、なんか髪が、なんていうの、髪の長さが変わって、もうちょうちゃんのお話し会行かないみたいな人が思い浮かばなかったんですよ。そう、なんか伝え方が下手かもしれない。そう、だからその部分は安心して切れたかもしれない。足がしびれそうだわ。しびれよ、頑張れしびれを応援しないで今日はニットを着ていました。なんかこれ、このニットとヒートテックで今日は過ごしてたんだけど、全然寒かったね。あったかそうなんかあったかいんだけど、それ以上に今日が寒かった。からどうやって生きていけばいいんだって今日は疑問に思いました
そう、何も羽織ってなかった。私こういうニットとかを上着着ずに着れる季節大好きなんですよ。なのになんか全然なかった。今年は明日はどんな気温なのだろうか。あ、そういえばスペイベ、ヘタレたちよのスペイベのなんかソロステージみたいなやつ、私のてかメンバーの日付が出ました。私は2月19日の東京でやらせていただきます。みちの誕生日、あ、そうか、みちの誕生日か、2月19は。なんかね、その日はメンバーがこの誰と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 誰が出ま、あ、そっか、サラペも誕生日だ。え、もう一人ぐらいおらんかったっけ。もう一人ぐらいおらんかったっけ。2月19、なんか何人か同じだったイメージ。うん、あ、二人か。あ、すごいいいな、誕生日の日にね、ステージいいね、めっちゃいいね。それはね、ランダムなんですけれども、もし東京に近い方とか、うん、ぜひともお待ちしてます。なんかさ、広島で一回ソロ公演有観客でできたんだけど、私はね、私はねじゃないや、東京でソロコンサートはあったけど、ソロ公演をね、あの有観客でやったことがないんですよ。でもソロ公演の感じにするかわかんないんですけど、そう、でも歌って踊りたいなと思っているので、その時間の中で、楽しみに。2月じゃけん、でももうすぐ11月じゃけん、言うて3ヶ月後か。この前スーパーでヘタレたちよが流れてました。聞いて、今日ね、今日お仕事とお仕事の間の時間がちょっと長くて、一人でご飯屋さんとカラオケに行ったの。そしたらご飯屋さんでも、あのカラオケ屋さんでもヘタレたちよが流れて、でその後両方ともネモハモルーマンも流れて、多分何優先みたいな、なんだっけ、そういう名前のやつ、そうで、なんかおーってなりました。そう、今日ね、あ、もうすぐ時間だ、うん、そうなのよ。
嬉しい気持ちになりました。よよよよよチキ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 よ。ふん。レッツパリピタイム。よよチキよ。うちの祖母もちょうちょうと同じ引退者だった。ああ嬉しい。あ嬉しいや。スイッチの入れ方とスイッチの切り方がわかりやすい。うん、じゃあそろそろお礼をしたいと思います。20位つりけんさん、19位イギータさん、18位ラマさん、17位茨城のゆうきさん、16位北谷さん、15位アッキーザラ大好きマンさん、14位ふうくろさん、13位千穂と成城石井でお買い物さん、12位ホアンさん、11位わさびさん、10位こうへいさん、9位ドーグラスさん、8位センプールさん、7位もや太郎さん、ラッキーセブン。6位おいでます元気さん、5位オンタさん、4位電化会さん、3位花丸さん。ピューター。スイスイ。ツーまさひろさん。ツー。そしてそして第1位はピロロ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 ヒュン、ヨイチさん。イエイイエ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 イ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。今日は皆様来てくださってありがとうございました。ね、なんか全然実感わかんないんじゃけどさ、明後日からお話し会というか、明後日ハロウィン、あ、しあさってかハロウィン。みんなで踊ろうよ。お話し会でその次の日がユミリンの生誕祭だ。アイドル、アイドル土日アイドル土日だ。皆様、今日は配信来てくださってありがとうございました。また明日ね。おやすみなさい。みんないい夢見てね。おやすみんと、いい夢見んと。バイバーイスクショタイム。